にちは、瀬名助です。今回はですね、じゃじゃん、こちらのね、ウィングガンダムゼロエンドレスワルツをね、作っていきたいと思います。でね、ちなみにね、もうね、こちら組み立ては終わっていますので、そしてバラすとこまでも終わってます。なのであとは色付けをしていくっていうところでございます。はい、実はね、私このウィングガンダムゼロエンドレスワルツめちゃくちゃね、憧れのあるモデルでして、実はですね、私初めて作ったガンプラが SD ガンダムのフェネクスだったんですけど、その時、そのフェネクスを初めて完成させた後に、そのフェネクスはお仕事で作るものだったんですね。その後にね、自分で次何を完成させようかっていう、ガンプラの中で初めて自分で目標を立てたのが、完成目標を立てたのがこちらのウィングガンダムゼロエンドレスワルツだったんですよね。うん。で、なんだかんだね、そう、強い思いはありながらも完成させられずにずっといて、ここに来てやっと、決意して作ることにしました。で、色を今からつけていきます。楽しみ。私のイメージとしては、このモデルってなんか、青と白の、だいたいこの2色がメインになってて、で、なんか、こう、清潔感あるイメージ。ちょっと冷たい感じのね、イメージなので、その中に、あえて燃えるような赤を入れたいなと思ってます。さて、そのイメージ通りに完成できるのでしょうか？お楽しみということで。じゃあね、早速作っていきまーす。はい、分割しましたよ。めっちゃパーツある、細きいな。大変だな、これは。でも頑張ります。じゃあまずね、銀色からエアブラシでガンガンいきましょう。で、まずはね、こうやってね、入れ物に入れて、薄め液、これ薄め液ですね、専用の薄め液でしっかりと薄めてから色塗っていきます。棒でね、混ぜ混ぜ。そしてエアブラシのカップに入れて、拭きまーす。シャーっといきまーす。もうここはね、気持ちよく、勢いよくやっちゃいます。じゃあ次、こっからは青色部分塗っていきますね。はい、青色部分もシャーっとまずはいっちゃいましょう。この後ね、ここからだよ。ここからが繊細な作業。色を混ぜ混ぜ混ぜとしてやっていって、グラデーションでつけていくの、こっから繊細にやっていきましょうね。で、青、水色と白、で、白っていうね、こういう工程あったんだけど、私、取り忘れちゃってごめんね。で、ここからはね、羽の白色グラデーションかけていきます。翼とかね、体がね、白がね、かなり多いモデルなので、白色、大事よ。グラデーションかけていきます。でね、じっくりとね、明るさを上げていってグラデーションにしていきます。滑らかな綺麗な感じでやっていきたいなと思っております。頑張ってます。これ結構難しいんだよね。で、白入れちゃいます。白入れるのね、私的にめっちゃ難しい。私まだね、エアブラシがね、達者じゃないのでね、ちょっと難しいなと思いながらやっております。はい、塗装は、まだ完全に終わってはないのですが、一度ね、組み上げていきたいと思います。はい、ここから真っ白な翼に燃えるような赤色入れていきます。まずはね、暗めの赤色入れていって、まあね、土台作りっていうところですかね。ここからね、じっくりとね、また明るさを上げていくっていうことしてね、滑らかに色の変化をつけていきたいと思います。これ赤色入れていくのなかなかね、怖かったですよ。白に赤入れるの怖かった。はい。で、どんどんね、赤が明るくなっていってます。めっちゃ彩度の高い赤、綺麗な赤でございます。メフィストンレッドですね。はい、翼の先につけて、そしてオレンジ出てきました。オレンジ入れてね、またよりね、鮮やかになってきますよ。とっても鮮やかで美しくしていきます。いやー、この段階で私結構ドキドキしてましたね。この方向性大丈夫かななんて思って黄色が出ました。はい、黄色出ました。黄色入れていくと、わー、見ると美しくなっていくではありませんか。鮮やかさがもう素晴らしいでございますわね、という感じですね。いいわね。ええじゃん。ええやん。っていう感じ。黄色と白混ぜて、明るいクリーム色っぽい色作って、ハイライト入れていきます。はーい、ここから来ましたよ。筆塗り来ました。私はね、墨入れはいつも筆でやってます。筆でやってる人ってどうなんだろう、多いのかな。はい、筆でしっかりと暗い色入れていきます。で、赤色使ってドライブラシ、さっきの翼のね、赤色をね、
照りつけてる、照り返してるようなね表現をしたくて、足にもねこういった赤系の色入れていきます。赤入れてオレンジ入れてでね最後にはね黄色入れてっていうね同じような工程踏んでいってますね。黄色入れます。はい、綺麗にしていきますよ。で、胴体にもね墨入れしていきます。筆でね綺麗に綺麗にあの墨入れしていきます。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回ね制作にねめっちゃ時間かかった。なんでだろう。やっぱりね RG ということで分割がめっちゃ多かったからかな。すっごく時間かかったよ。エアブラシの作業って結構エアブラシの作業って早くパーって終わるところがね今回ね3日ぐらいかかったもんね。色付けに3日ぐらいかかって、うわお大変だっていう感じでした。しかも3日間ずっとやってたからね。うん、なんでここまで時間かかったんだろうっていうぐらい時間がかかってしまったけど、私的にめっちゃ納得のいくものができました。よかった。なんだろう、赤い燃えるような赤を入れたいって私初めに言ってたんですけど、本当に不死鳥みたいなイメージを私持ってましたので、そのイメージをねしっかりと落とし込めたんじゃないかなと思います。そのねイメージ通りに色をつけれたと思っていて、すごくね満足しています。あ、嬉しい。はい、ということでね皆さんいかがでしたでしょうか。めっちゃかっこいいと思っていただけました？楽しんでいただけました？うん。でこれからもねまたいろんなガンプラ、いろんなモデルね、いろんなプラモデルに色をつけていきたいと思いますので、お楽しみに。ということで今回はこの辺で、じゃあね、またね。